バンズウェアクラフト RV-4 ホームビルト機とは航空機メーカーではなくアマチュアが自作した航空機である。キット機やスクラッチ機などとも呼ばれる。大きく分けてキットカーと同じくメーカーが販売するキットを組み立てる。携帯、図面をもとに部品の製作から行うものがある。キット形式は敷居が低いため多数販売されている。キットであってもエンジンは含まれないことも多い。 このため、ホームビル時向けにエンジンを少量製作する小規模なメーカーが存在する。また費用を抑えるため中古のエンジンを選ぶ者も,もいる。スクラッチの場合は図面のみが提供され全ての部品は既製品を購入するか自作する必要がある。金属や木材を加工する技能と各種の工作機械が必要となるが、航空工学の知識があれば、 元の設計を変更することも可能であり自由度が高い。バートルータンのように自ら設計、組み立てを行う者も,もいる。一般的に製作者は構造の50%以上を自らの手で制作しなければならない。複雑な切削など個人では難しい金属加工をあらかじめ施したクイックビルドのキットやスクラッチでも加工が難しい部品のみ提供する会社もあるが、 組み立てや調整だけでも長い時間がかかる。このため、バンズウェアクラフトのように購入者を対象とした講習会を開くメーカーもある。価格は安いもので1万ドルで、高いものでも6万4000ドルとメーカーの完成期と比べはるかに安価である。特に木製機は部品加工が容易なため低価格機が多く、木製服用機のパイアットンパールエアーキャンパーは、 図面のみなら100ドルという調停価格で販売されていた。なお特殊な構造や高性能な機体は安価な完成機より高価になることもある。通常の航空機と同様、対空照明が必要であるため完成後に検査を行い合格して機体が登録された後に飛行が可能となる。ただし多くの国では飛し用、娯楽目的に限られ、機体を利益目的で販売する場合は、 航空機メーカーとして登録する必要がある。個人でも書類申請が煩雑で空域に制限があるなどメーカーが製造した航空機とは同等の扱いとはならない。例外的にアメリカではエクスペリメンタルカテゴリーに登録されメーカー品と遜色ない飛行が可能となり組み立てたものは申請すれば機体の修理担当者として各種の検査を自身で行うことも可能である。 これを利用しアメリカ国内で組み立てと登録申請を代行する業者も存在する。機体の種類は、モーターグライダーや長軽量動力機、軽飛行機が中心だが、ターボプロップ機や長軽量ジェット機、ヘリコプターも存在し、近年では複合材やグラスコックピットを採用し高度な極技飛行も可能で、あるなど、大手メーカーの機体に匹敵する高性能機も存在する。また、 タンデム翼機のプードシェルやリフティングボディを採用したファセットモービルなど特殊な構造を持つ機体も多い。現代ではシーラスエアクラフトのようにホームビル時の販売からスタートし後に完成機へ参入する小規模メーカーもある。オリジナル機だけでなくオーエアクラフトレプリカズインターナショナルのように往年の名機の縮小レプリカを販売するメーカーもある。また日本飛行機のように ホームビルト機の組み立てで製造技術を習得した航空関連会社も多い。アマチュアの手で製作された軽飛行機は世界中で少なくとも3万機が運行されているとされる。欧米ではホームビルト機の団体も活発に活動しており、アメリカのエアーが主催するエアーエアベンチャーおしっ手では毎年各地から軽飛行機やホームビルト機が集まる。軍隊でも使用されることがあり、 創設後間もない中華民国空軍や、ベトナム共和国空軍、スリランカ空軍、インドネシア空軍では、自国の航空機産業を育成するために、練習機として、パズマニー PL-1 が採用された。近年でもナイジェリア空軍で、バンズウェアクラフト RV-6A の採用事例がある。ありがとうございます。